N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、ただいま東京キャンペーン、 JAL、JR 東海、東京メトロ、JR 東日本、 ANA です。 Twitter ではフォロー&リツイート、 Instagram では写真投稿を行うことで、それぞれプレゼントの当たるキャンペーンを行っています。それでは烈さん、解説お願いします。はい、 ANA、 JAL、JR 東海、JR 東日本、東京メトロ、この5社が共同でこの旅行の機運とか旅行気分を高めるために、全国各地から東京に帰ってきた気持ちで旅行してほしいということで、ただいま東京と名付けているデジタルプロモーションです。この、まあ、ライバル同士が手を組んだ、なんていうかアベンジャーズみたいな5社なんですけども、まあ観光業に力を入れないと経済的にやばしだと。ただ水際対策が緩和しきらないから、せめて国内旅行だけでも活性化させようと、まあ、努力しているわけですよね。で、Twitter キャンペーン、Instagram キャンペーンをやっていて、でさらにそのこのただいま東京として Instagram とか Twitter も開設していると。ちょっと Instagram とか見ていくと、まあ、どういった内容が書かれているかっていうと、おすすめの東京スポットを投稿してくれるようなキャンペーンになっていると。まあ現状はまだ始まったばっかりなので投稿はされてないんですが、まあ、東京生まれ東京育ちとしてはどういうところが東京ってスポットになっていくのかみたいなのはちょっと気になるところなので、フォローしてあります。んでキャンペーン、 Twitter はフォロー&リツイートキャンペーンで、 Instagram がハッシュタグただいま東京をつける UGC キャンペーンと分けているわけですね。まあ、Twitter でも UGC やったらいいんじゃないのとは思ってしまいますが、ここはまあツイッターではちゃんと認知拡大のためにフォロー&リツイートして、まあインセンティブも少し強弱をちゃんとつけてるわけですね。ツイッターは簡単に参加できる分、 JAL 旅行券1000円分とか、まあ東京スカイツリー入場券とか、まあそういったものを入れていて、でインスタグラムは本命、こちらがまあ写真投稿してもらうと、JAL だったら国内線往復航空券とか、まあいいインセンティブが当たるわけですね。なんでこう力の入れ具合っていうのが非常に分かりやすい。なんで Twitter でキャンペーン認知拡大、 Instagram で東京情報を集約していくっていうような流れになってますね。まあ本当に非常にこうロゴも可愛くて、サイトデザインもすっきりして見やすいものなので、旅行業界がかなり気合い入ってるっていうことが分かりますね。まあ、こういった5社をまとめ上げた広告代理店の方がいるはずなので、並々ならぬ努力があったと思います。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。